声しますか？今は。今はどうだ。聞こえます？聞こえる？聞こえる？聞こえない？あ、OK。あ、よかった。あれか。イヤホンとつながっちゃうとダメなのかも。昨日イヤホン使ってたからそれかも。あ、よかった。あれ、どこまで聞こえてたんだろう。ずっと寝る前に、え、わかんない、どこまでだろう。寝る前に X 見たらマリナさんとミハルさんのツーショットでお疲れ様みたいなの書いてあって、えってなって気づきました。ねえ、先輩がどんどん減っちゃう、寂しい。オフ？そこで気づいたんです、びっくりして。あれかーって、季節外れのアイスモネードのこと独特の略し方ですよね。ねえ、こまちゃんね、こまちゃん、本当にこまちゃん、ああ頑張ってください、ありがとうございます。あれ、昨日こまちゃん前座出てたんだっけ。いや、なんかこのコンビニシリーズ化します。お願いします。私毎日行けるってこと？リカちゃんが4期知りたいって言ってたから会えるチャンスあるかも。マジですか？嬉しい。コンサートの時に一瞬すれ違わせていただいたんですよ。オーラがすごかったですね。リカさんだってなってびっくりしたのを覚えております。なんか4期あるあるなんですけど、好きな先輩の卒業発表立ち会えない説があって、いや、好きな先輩というかその推しの先輩、私で言ったら大塚さんとか、サッホで言ったらマシモさんとか、あの あるんですよね。ああ、そう、ももちゃんだったらマリアさんとか、そうそうそう、そうなんですよ。でもやだよね、推しの卒業発表は直接がいいよね。ミハル様の卒業発表、アンナピアの久々配信で癒されたけど、ユアユアにも癒してほしいね。私も悲しいよ。初期のサッカー見に行ってたらしいね。ちょっと待って、可愛かった。可愛かったっていうか、5点、あ、ん？ 5 点じゃない、4点か。4点ってすごくないですか？びっくりした。4点も。
あ、5だった5だね。長倉選手4すごくない？師匠のところにハットトリックいや4点みたいなのが書いてあって、ハットトリックでもすごいのにさ4点ってもうえって感じだよ。なんて言うんだろうね4点ってなんかわかんないよ、多すぎて。そんな4点も取る人いなさすぎて呼び方がないんじゃないの。あるのかな。僕は劇場難度さんが卒業発表したら大号泣するかも。いやそれはみんな大号泣ですよ。お見送りみんな大号泣、安藤さんって言って。ハットトリックしたことある？あるかな。あるかない。ないかもですかね。かもない、多分ない気がしますね。クワトロ、そうお寿司の名前みたい。クワトロ4点のことですか。3年前くらい、柏って読むのかなこれの、オルンガが最終戦で8得点して、 8ってあるんだ、すごっ。4ゴールはホールだって。ホール、すごい、初めて聞いた。ハットトリックしか知らなかった。トップチームで引き上げて自信も力になったんでしょ。私言ったそれ。チュンさんブザービートしたことあるって。すごい、ナイシューだ、すごすぎ。すごい、かっこいいですよねブザービート。で好きさえオラーって投げてスパッブーがいい。ねはる先輩が新潟大好きだから仕事してくるからホッとして。あ、新潟には残ってくださるんだ、よかったよかった。いやいや、みはるさんに昇格か昇格できなかった時にみはるさんに抱きしめてもらいたいっていうのが個人的にあって、わかります、本当にそう、おこがましいんですけど、もしもそういう機会がね、私そう昇格するか、何だろう、昇格組外れちゃったって時にこうしていただきたかった。ねえ8得点ってすごくない？そうそう、ポキさんがしてみてもらったみたいに、そうそうそうなんです。代わりに代わりにじゃあとか言って、ランボーズさんのリンゴってみはるさん広告のリンゴ使ってくれてるのよね。そうなんだ、すごっ。知らなかった、食べたい。一回しか食べたことないランボーズさん、また行きたい。あれに僕がじゃぜひ慰めてください、もし私が何だろう昇格落ちた時とか。
あ、受かっても慰めてじゃないよね、あの抱きしめてほしいし、落ちてもどっちでもちょっとお願いします。いつになるんだろうね。いやでもなんかこんなね、入ってすぐの若造が言うことじゃないか。どのくらいなんだろう。まあ、力がついたらですよね。早く頑張ります。早くもう、いや一人前だよ高島さんはって言ってもらえるぐらいに頑張ります。なんならトンボもいや頑張ったよってね。一旦公園でウィンクしたらお客さん全員ゴールを決められちゃうから200点以上は取れる。いやそう、 N チーム NCT200 得点です、ってなるやつ。え、すごい、なんだこれ、クマ、ありがとうございます。なんだった、あと期間でなく実力、あ、そうそうですね、じゃあもう、いや頑張ろう。そうだ、私ついにテストから解放されました、イエーイ、解放、素晴らしい、解放されました、ついにテストから。でも次のテストもまああるっちゃあるけど、まあ一旦は解放されたんです。おった、いや本当に今回のテスト本当に自信なくて、ちょっとなんかそのやった量が今までより本当に少なくて、うわこれやばいぞって思ってたんだけど、意外とテスト解いたらいけて、うん、よかったかな。500点満点返ってきますね。500点満点か、いや1回は取ってみたかったですよね。もう無理ですけど。昇格発表サプライズがいい、それとも事前に告知してもらいたい。あーいやー迷うな、サプライズかな。あでもあーいやサプライズがいいです私ね。テストちょっと、じゃあいい点取ったら報告します。じゃ悪い点だとちょっと、いや恥ずかしいので、あの言いませんね。夏休み明けテストっていいように見えてちょっときついんですよ。てかそもそも実力テストと定期テストが被りすぎてるって話なんですよ。もうちょっと話してくれないかと。だって話したらさ、実力テストの勉強もして、そっからまた継続して、なんだろう、テストの他のテストの勉強もしてってするんだからさ、学校側も、あ、うちの学校の生徒、いや勉強してるじゃないかってなるわけじゃないですか。いやそう思うんだよね私は。テスコから解放解放解放昇格の時名前呼び忘れられない。え、ねそれ焦るね。いやなので私は一旦、まあ受験生なんで、まあ勉強することには変わりはないんですけど、あの一旦ちょっとまた高島言ってるよって言われるかもしれないのはちょっとご承知というか、ね、まあ、知ってるんですけど、あのあそう前髪切りたいのと、あとあのまあ太ったわけですよはまあ超えたよねっていうことで、ちょっとね DMM とか見るとすごく顕著に現れていると思うんですけど、うん、あの太っちゃったということで、あの結構カリカリにしていこうかなっていう。あ、マイナス2キロあと結構はるか昔の話かな、わざわざって感じなので、え、見えない、え、優しいよ。いやでもあの、いや多分 DMM 見たら分かります。私見て、あやばいなこれってなったので、ちょっとはい、なんかもうね顔がもうねこれじゃなくても
これぐらいになるぐらいまでやっちゃうんで食べます。で何やってんだろうね、言わずにやればいいのにさ、本当に。サマーソングセットリスト公演のアーカイブを視聴したよ。ちまちょぐり姿がかわいかったよ。ありがとうございます、嬉しい。え、あれちょっと嬉しい、漏れたというかね。また韓国行きたい。いやもう本当に行ってハードル上げるためね。次の声で、ね、ゆうさんなんか変わってないなとか、あれもっと超えたみたいな、そんなこと言われないように頑張ります。うん、何回言うんだって話ですよね。何回も言ってるよね。私今日からちょっとダイエット習慣すわとかさ、いやマジでもう今日からマジで痩せるんでとか言ってさ、はあ本当に。いやで私高校1年生になったらやりたいこといっぱいあってね。てかもう時間まあいいか。なんかそう、最近歌頑張りたくて、歌うまいとなんか嬉しいじゃないですか。私も推しというか、推しまでいかない、私チョロオタだから、なんか推しまでいかないんだけど、まあ、好きになりやすい人、なんか友達の推しとか見て、うわーめっちゃ可愛いじゃんとかすぐ言っちゃう人だから、結構チョロオタで、そういう人って結構歌が上手かったり、すごいなんか結構何でもできる人なんですよね。その傾向としてね、その人が分かんないけど、傾向として結構歌うまかったりダンスうまかったり、だって推しが歌うまかったらもう一生聴きたいじゃないですか。そのチョロと仲間じゃ、あそうだった、仲間だ、よかった。そうだから、そう歌うまいっていいなって最近めっちゃ思ってて、ちょっと本当に歌を頑張ろうかと思ってます私。はい、来年の高校デビュー期待してる。あ、高校デビューしちゃいます本当に。だから歌頑張りたいのと、だから高校生になったらもうなんかボイトレみたいな行っちゃおうからみたいな、まあ、まず自分で頑張るって感じなんだけど、なんか歌頑張りたいのと、あとダンスもちょっと頑張りたいから、ちょっとなんか行きたいなとか思って、今ちょっとお休みしてるんですよ。ダンス今までやってたんだけど、ちょっとお休みしてたから、まあ、もう一回始めたいなっていうのと、あとあのね馬術も、まあ、馬術は多分そんな歌唱とかには関係ないんだけど、馬術もちょっと今お休みしてるから再開したい。もうなんかもうね、めっちゃ乗り回せるぐらいになりたい。今はちょっと乗り回されてる感じ、なんかおおやばいやばい、おおっとっとっとって感じだから、今もなんかはいはいはいってぐらい乗り回せるぐらいに頑張りたいと思いますって思ってます。陸上も頑張る。いやもうだから本当に高校生になったらやりたい部活が多すぎて、もう全部言ってる。あ、乗ります。剣道もやってみたいし、あ、まあでも多分そんな部活できるかな。でもちょっと入りたいは入りたいんですよね、部活。いやでも陸上だと個人だからちょっとまあ自分なりに練習とかできるから、まあすごく良かったですねとは思ってます。テコンドーもやりたい。そうだから私今ね、そう強い人になりたくて、なんかもう全部なりたいなんだけど、テニスもちょっと楽しそうだなって思って、テニス全くやったことないんですけど、じゃあ遊び程度ならやったことあるけど、テニス部にも入りたいし、あと剣道部も入りたいんですよ。でもちょっと楽しそうじゃない、絶対大変だけどさ。はいはい、いやテニス部じゃないわ、剣道部の友達がかっこよくて、なんかみんなかっこいいんですよ。すごいショートカットの子とか結構多くて、かっこよくてみんな結構腹から返事が出る感じで、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな感じで、私空手してたはずなのに腹から声が出ないんです。もう全部喉からだから、そう歌声も本当にちょっと腹から出したらなとか思って。テニスと卓球もやりたい、あと剣道と、あと陸上もやりたいし、サッカーもちょっと始めたいなって思うし、あ帰宅部も、私帰るのめっちゃ早い、もうさようならってした瞬間にもう、まあ、ダッシュまで行かないけど玄関に直行して帰ってます。いっちゃん早い。だからユアが
なんだろう、一回家に帰ってそこからまた外に出たりするとまだ帰ってる学生とかと逆にすれ違うみたいな感じの、本当に帰宅部結構トップクラスかもしれない。今めっちゃ早いんです。みはるさんもやすいしさんは剣道経験者、ね、やっぱさふわっとしてる可愛い感じの方でもやってるんだよね。かっこいいな、いいじゃないですか。それが一番可愛い感じだって思われてるのにさ、あ、剣道されてたんだって言ってさ、ギャップって感じでいいよね。いやー高校生楽しみだな。一旦行きたい高校に受かれるように頑張りますね。受かれなかったら意味がないんですよ。やばいやばい、頑張ろう、頑張ります。まあ、とりあえず痩せながら、あの、なんだろう、あれですね、勉強して、で歌うまくなって、ダンスうまくなって、まあ馬術して、でそうこうしてるうちに高校を受かって、まあ部活5個ぐらい入って、あ、囲碁部も入りたいんだ。囲碁部ってなんか人数が少ないから、なんか勧誘みたいな時に、いや囲碁部人数少ないから全国行けちゃうんですよみたいに言われて、あ、そうなんですかって言って、ちょっと囲碁部にも興味があるので頑張りたいと思います。男女見させていただきますね。ゆうちゃん役割さんだよ。そうなんです、何でもいろいろしたいことがありすぎ。スイスイは自己アピールの時素振り披露したってっていうし、あ、ね、あのありましたよね。ですごい可愛いっていっぱい投げて、ありがとうございます。ね、可愛かった。N G D O D A 絶対合格ハーメンですよね。好きあれ。頑張りなさい、頑張ります。黄昏。囲碁部はそうだ。はい、ということで男女を、あ、だん、ん？男女を見させていただきます。いきます。13位 MS さん、ありがとうございます。ちょっと待って、12位ケータンのカレーはたかしさん、ありがとうございます。私カレーだったんだ。11位たかし大好きなほこちゃん、ありがとうございます。10位みーさん、ありがとうございます。9位いちたさん、ありがとうございます。8位 RC さん、ありがとうございます。7位キャラちゃんさん、ありがとうございます。6位ともじいしゃりじょうちゅん、ありがとうございます。5位なっちゅ0617さん、ありがとうございます。4位マーチさん、ありがとうございます。3位じゃんよしさん、ありがとうございます。2位じゃんフォワードカズさん、ありがとうございます。1位はじゃんおじゃさん、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかった、ありがとうございます。せーの、ユニコーンじゃんけん、じゃんけんポン。パーでした。なんかグーの人多くない？私強くなった？あれなんか、え、すごい、あ、多かった、お、よかったよかった、あいこ、おー負けた、よし負けちった。ありがとうございます、パーでした。今日は早く名前、学校行くとき時計、腕時計忘れてない？たまに忘れちゃうんですよね。でも昨日は持ってきました。最近忘れてないかも。そう、ないと結構へこむんですよね。あ、腕時計忘れた、あーあーとか何気に言う、手のひら。また返信します、いってらっしゃい、ありがとうございます。え、そう、ちょっとメールが最近ちょっと
短くなっちゃってたからちょっといっぱい書きたいと思います。ありがとうございます。そう、最近撮ってくださった方も結構いらっしゃって嬉しくてありがとうございます。あと返信いつもありがとうございます。本当に私の生きる活力ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。